4月末の日本武道館、最大100キロ近い体重差のある選手たちが無差別で柔道日本一を争う。ずらりと並んだ重量級の強豪たち、その中でひときわ小柄な男が大男たちに立ち向かおうとしていた。73キロ級の大野将平、25歳だ。去年8月のリオデジャネイロオリンピック、これが大野が見せたい美しき日本柔道。5試合中4試合で一本勝ち。日本男子に2大会ぶりの金メダルをもたらした。頂点に立っても大野は満足しなかった。目標に定めたのが無差別で戦う全日本選手権だ。自分の73という階級だけで、そういう小さな枠組みだけでとらわれたくないなと。全日本、無差別で、自分がどこまで通用するかっていうのをやはり試したい。しっかり組んで投げる、真っ向勝負の柔道で大きな相手を倒したい。小柄な大野は怪我のリスクを負いながら無謀とも思える目標に挑んだ。自らの技を見つめ直す日々、肉体を限界まで鍛え抜いた。疲れてるというか、本当です。自分の柔道を信じて、日本一を決める舞台に真っ向勝負で挑んだ大野の日々を追った。リオデジャネイロオリンピックから半年経った2月、頂点に立った大野は自らに新たな目標を課し稽古を再開していた。母校天理大学での実践形式の練習、7分のランドリを10本行う。大野は意識的に重量級の後輩と組み合った。小さい者が大きい相手としっかり組んで勝負するのは容易ではない。相手の体重をまともに受ければ怪我をする危険性すらある。しかし大野はどんな相手にも組むことにこだわる。得意技の大外刈り、そして内股、しっかり組んで投げる伝統の柔道で体重無差別の大会に挑む。大野の目標の裏には金メダルを取った男ならではの思いがあった。
リオデジャネイロオリンピックで頂点を極めた大野。歓喜の中で次に何を目指すべきか定めきれずにいた。2020年東京大会での連覇に期待がかかる中、これまでと同じことを続けても成長できない。たどり着いた結論が、オリンピックが終わるまで封印していた無差別の全日本選手権への挑戦だった。73という階級の中の枠組みだけでやってると、まあ自分自身今こうしてチャンピオンになりましたし、どこか物足りなさっていうか、感じてる自分もいます。やはり柔道っていうのは柔道を制すっていうのがいう言葉がある通り、小さいものが大きい選手を投げることに醍醐味があると思ってますし、難しいことに挑戦する、やはり大きい選手が勝って当たり前、その当たり前に本当に反抗して、こその本当に大野将平だと思っているので。全日本選手権は地区予選を勝ち抜いた選手などあらゆる階級の選手が体重無差別で争う。歴代の優勝者のほとんどが重量級の選手だ。山下泰裕、井上康生、軽い階級の選手がこの舞台にたどり着くのは数年に一度。自分の階級で世界を制した選手でもまともにいけば跳ね返されてしまう。そんな中、重量級を相手に決勝まで勝ち上がったのが71キロ級のオリンピック金メダリスト古賀稔彦だ。動き回り相手の持ち手を切り十分に組ませない。自分が持ったらすかさず攻め、また離れる。小兵ならではの戦い方で重量級を翻弄した。3年前この大会に挑んだ大野の戦い方は違っていた。あえてしっかり組んで投げる自分の柔道で重量級に立ち向かった。内股、大外刈り、真っ向勝負は通用せず力不足を思い知らされた。まあもっと上手にって言ったらおかしいですけど、小さいものなりの戦い方をすれば、まあもっとやれるんじゃないかなっていう思いも実際はありました。でもそうじゃないと、やはり自分自身の柔道を貫き通す、逃げずに勇気を持って立ち向かうことでまた何か違った景色が見えてくるといいなと思ってます。どうすれば自分の技が大きな相手に通用するのか。大野は2日間の出稽古で技を磨くことにした。
よろしくお願いします。学生日本一の東海大学が合宿に来ていた。普段は顔を合わせない多くの選手たちと組む絶好の機会だ。段取りが始まった。相手は3階級上、100キロ級の学生。大野はしっかりと組み合う。大外刈り、一瞬で投げた。73キロ級の体で重量級としっかり組み合い真っ向勝負ができるのは日本で大野だけだ。初めて組む相手は予想をはるかに超える技の威力にほとんどが投げられる。それでも体重差が大きくなれば投げるのは難しい。東京地区2位で全日本選手権に出場する選手、体重差は60キロ近い。さすがになかなか投げられない。それでも引きずり回すようにして投げた。多くの世界チャンピオンを育てた監督も舌を巻いた。まあ本当にがっぷり持ち合って正面から戦うっていうのは本当にリスクが大きいですし、本当の強さがなかったら立ち向かえないと思いますから。2日間で5分のランドリーを20本、大野はほぼ全員を投げ1回も投げられなかった。それでも満足はしていなかった。納得の練習できたんじゃないですか？そんな納得いく練習したことないですよ。真っ向勝負。いやちょっと元気だったらね、もうちょい大きいのと行きたかったですけど。上がります。お疲れ様。どんな相手にも真っ向勝負を挑む大野の姿勢を示した写真がある。フランスの柔道雑誌の表紙。大野が内股で投げているのは100キロを超えるクラスでオリンピック2連覇のテディ・リネール。身長2メートル4センチ、体重140キロ。大野は合宿で会うたびに体重およそ2倍のリレーヌに自分の技が通用するか試す。Magnifique, il a super bien rentré et puis moi je me suis jeté. Mais j'adore ce combattant parce que ben je trouve qu'il a vraiment il incarne le judo dans toute sa splendeur, toute sa beauté. Et c'est vraiment un plaisir de le voir combattre. 73キロ級の大野はなぜ体重差が大きな選手を投げることができるのか。
じゃあこっち。その秘密に迫ることにした。まず調べたのは大野の筋肉。スーパーサイヤ人みたいですね。ドラゴンボールだ。専用の機械を用いて体脂肪率と女子肪体重を計測する。はい、では測定終わりましたので出てきてください。結果出しますので少々お待ちください。4.5% でしたが、こんなもんですか。インボディの測覚えてないですか。インボディ10%くらいあると思うんですけど。本当ですか。今回のボードポートでの測定は体脂肪 14.5% で、女子肪体重が 75.144 で、女子肪体重に含まれているのが減量していない状態で一流のボディービルダー並みの体脂肪率だ。成人されてますので、骨とか内臓があまり、体のどこの部分が特に発達しているのか、一つ一つの筋肉の太さを測定した。発達してる、ね、あ、ボコってなってる。あとはもう A 面になってる。測定からは小柄ながら限界まで筋肉が詰まった体であることが分かった。まあ、73キロ級なんですけれども、まあ、81キロ級から90キロ級クラスの筋量がある。体全体の筋量が多い上に柔道の動きを助けるように発達していた。赤い部分が同じくらいの体重の選手と比べた時に特に発達している筋肉だ。組み合った時、姿勢をまっすぐに保つ脊柱起立筋、右側の外腹斜筋、そして右太ももの裏側の筋肉、いずれも大野の柔道の鍵となる筋肉だ。右側の外腹斜筋は相手と組み合った時に動きを止め、コントロールするときに使う。右太ももの裏側の筋肉は得意の内股や大外刈りで相手を跳ね上げたり刈り倒すときに力を発揮する。限られた体重の中で勝っていくためには、本当に自分の柔道スタイルとか技術と体力っていうのが密接に関わってないと多分勝てないので、もうそこを多分最大限に結びつけられたものになっているのかなと思います。さらに大きな相手を投げる大野にしかできない技術を持っていることが分かった。はい、大野の体に取り付けたマーカーをカメラで追うことで技の流れやスピードの変化を割り出す。注目したのは回転する時の勢い。投げる方と投げられる方、それぞれがどれだけ勢いよく回転したかを分析した。大野は内股に入る前、自分の体を大きく回転させる。そして技に入ると相手は勢いよく回転して投げられる。それぞれの回転の運動量をグラフにする。青は大野、赤は相手の運動量を表している。大野が左足を大きく振って回転すると青のグラフが上昇、勢いが増したことがわかる。そして技に入った瞬間、相手の赤いグラフが一気に急上昇した。相手の体に大野の力が伝わり、勢いよく投げられたことを示している。
1階級上81キロ級のトップレベルの大学生と比較してみる。特に差が出たのが投げられた相手の勢いを示す赤いグラフ。階級が下の大野の方が技の威力が大きいことが分かった。左足を振りながら回転することで勢いを生み出す。その勢いをピンポイントで相手に伝える。2つの複雑な動きを精密に行うことで小柄な大野が爆発的な力を生み出していた。実戦の中ではまたより大きな運動量を自分の中で作り出してそれを伝えようとするので、多分この勢いを考えると相手が少々防御しても多分本当に吹き飛ばされるぐらいの運動量を作ってるなというふうには思います。技の威力を最大限にするための鍛錬。ここ回せ、ここ回せ、回せ、回せ、はい、ここ、まだまだ回せる、回せる、回せる、いいね、はい、重量級にも通用する技を可能にしたのは日々の積み重ねだった。大野が柔道を始めたのは7歳、2歳年上の兄の影響だった。どんな相手にも組んで投げる大野の原点を作った人がいる。中学高校時代の恩師、持田晴也さんだ。懐かしいな。大野は古賀稔彦や吉田秀彦も学んだ全寮制の行動学者で、持田さんの指導を受けた。しかし最初は目立たなかったという。やっぱり線の細い子だなというイメージでしたね。実際に入門試験のその試合をやらせても、おそらく下から2番目か3番目だったんじゃないかと思います。大野に持田さんが教えたのが真っ向から組んで投げる大外刈りだった。中途半端であれば返され、決めるには思い切り踏み込む勇気が必要だ。持田さんは返されることを恐れずに前に出て挑めと言い続けた。ひたすら前へ出ろと。で、前へ出て相手が下がったら大外かけろと。もうその繰り返しでした。本当にそこが僕の本当の柔道においてのターニングポイントかなっていうふうに思ってます。返されても返されても大きな相手に技をかけるうちに、組んで投げる大野のスタイルが定着していった。彼はだから、まあ、信じたらこう一つのことをやり遂げるまで自分が、ね、納得いかないんでしょうね。返されても何にも悲観的にならずに、あ、この技ダメだっていう考えにもならずに、自分はこれでいくと言ったところでたどり着いた。天理大学進学後も持田さんに教わった柔道を磨き続けた大野。大学4年で世界選手権優勝。組んで投げる柔道が完成に近づいた。得意技と呼べるまで、自分自身何年もやはりかかって、本当に鍛錬をして、作ってきたので、まあ天才がいても一日で、ね、できるってことはないと思うので。全日本選手権まで2ヶ月に迫ったこの日、
大野は以前から会いたいと思っていた人を訪ねた。春場所を控えた大相撲の伊勢ヶ濱部屋。横綱春馬富士が現れた。大相撲はもちろん体重無差別の世界。幕の内でひときわ軽量ながら大型力士に真っ向勝負で挑み頂点に立った。どうやってたどり着いたのか。まず気づいたのが小さい体を補う身のこなしだった。立ち合いのスピードは本当に全然やっぱり他の力士と違いました。一つ一つ自分の動きを確かめながら。大きな相手と戦い続けてきた横綱が一番大切にしているものを尋ねてみた。相撲に対してですか。そうですね、なんか技術とはやっぱり柔道は心技一体っていうのがあるじゃないですか。そう、相撲も心技一体ってあるんですよ。でもやっぱ心だな、やっぱ心での目の支えがあってさ、もうさっきはもう本当に心で相撲取ってるもんですよ、本当にいろんな方々に応援してもらって。体や技術を超える力を持つのが心。春馬富士の答えだった。気持ちが逆に勇気と希望を与えてくれますよね、もう気持ちだけで負けないようにしておくね。だから実際自分が軽いと思ってないわけですよ、それぐらいだね。気持ちだけですよね。最後あともう他はもうあるわけですからね、力的にも負けないと思ってるし、挑戦する気持ちは大きな相手にも負けない。ありがとうございました。大野は覚悟を決めた。じゃあ行ってきます。ごちそうさま。Also ganz toll. Das hat mir heute gefallen. ドイツの子供たちがまた柔道をやりたいっていう気持ちになってくれれば大成功かなと思います。大会まで2週間余り。天理大学で大きな相手に組んで投げる練習を続ける大野。
この日は思ったように技を決められない。連日乱取りを続けるうちに後輩に技に入るタイミングを覚えられていた。この日は日本代表の井上康生監督が視察に訪れていた。練習後、大野が井上監督にもどかしい思いを伝えた。投げないと困ってます。十分ですよ。試合になったらまた変わりますよ。小学生やっぱバレてるんで苦しいです。なるほど、ここでやろう。真正面から組み合うことにこだわるがゆえに、相手に手の内を覚えられ対策もされやすくなる。大野でも大きな相手に手の内を読まれては技を決めるのは難しい。小柄な選手の現実を突きつけられていた。小さいものが戦いにくいっていう部分っていうのは否めないと思います。あえてそこに挑戦するというですね、魂というかそういうものを持ち続けているというところにおいてはまだまだ彼は成長できるんじゃないかなと。負けることを恐れずこれまで磨き続けた組んで投げる柔道を貫く。全日本選手権を目前に迷いはなくなった。今回完全に相手の方が力が上なので、そういった中でやはり自分のスタイルっていうのを崩さないで、大野将平の柔道を重量級相手にもぶつけるっていうことに意義がある。4月29日全日本選手権。大勢のファンが大野の試合を楽しみにしていた。柔道は重力剛を制していますので、その辺やっぱり注目しています。まだ自分も弱いので大野選手を参考にして強くなりたいです。会場に入った大野、前回出た時から3年ぶりとなる畳の感触を確かめた。恩師の持田さんが激励に来てくれた。いろんな人来てて大変ですね。やっぱりお前顔客が楽しいな。ちょっと頑張ってみます。はい、今大会の出場選手は43人、平均体重は109キロ。大野は身長体重ともに最も小さい。1回戦が始まった。100キロ級の試合巧者池田と142キロの高校生松村が対戦。勝った方が大野と当たる。
ったのは池田。40キロ近く重い相手を完封した。ただいまの試合、赤池田選手の優勢が勝ち、大王の有効。特別な対策はせず、自分の柔道で挑む。大野の初戦。大野は序盤から積極的に仕掛ける。さらに背負い投げ。攻め続けるが決まらない。池田は大野の投げ技を警戒し、左手を徹底して切り離す。真っ向勝負を避けてきた。稽古でも何度か組み合ってますし、対応をしてきてたんじゃないかなと思います。なかなかやっぱり投げきれなかった。投げによるポイントがないまま5分の試合時間を終え、延長戦へ。20キロ重い相手を攻め続けた大野。次第に体力を奪われ、押される場面が増えてくる。それでも信念を貫いた。小細工なしで、僕はもうとりあえず正しく組んで、正しく技をかけようと。愚直に前へ、真っ向から挑み続けた。9分54秒。最後は一本負けだった。
この日最も長い熱戦に惜しみない拍手が送られた。大野の3ヶ月に及ぶ挑戦が終わった。直後に持田さんの元へ向かった。どっちが良かったのかなっていう、まあ、勝ちに対して見てやったことだと思う。小林でやるよりはそっくり、小林でやって勝ってここしのいだところで、 次の試合もまた同じしんどさがあった。まあ、次こそ本当だと思います。悔しいです。昔と変わらない真っ向勝負を持田さんは称えた。苦しくても絶対にそういった場面から逃げない。オリンピックのチャンピオンの後にやはりその負ける勇気というのを持てた彼を誇りに思います。負けて掴んだ確かな手応え。負けが覚悟できてて挑戦することってなかなかないと思うので、そこに逃げずに自分自身やれたこと、試合に関してもまあ、自分自身攻めのシュートができたと思ってますし、心折れずにやれたことっていうのが、まあ、今後この負けを負けで終わらすことなくやることがやはり2020につながるのかなっていうのを一番思ってます。改めてまたこの舞台に戻ってきたいという気持ちはいかがですか。まあ、バカだなって思われるとそれは分かってるんですけど、まあ、必ずまだ挑戦したいですし、また変わらず自分の柔道スタイルで、この武道館を沸かせたいですよ。ありがとうございます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 。大野が見据えるもの、それは2020年の東京オリンピックでの連覇、そして全日本選手権での雪辱だ。大野将平は真っ向勝負を貫き続ける。